今回は紙トーク伝え方次第で人生は思い通り、星渉さんの本について解説したいと思います。この本は10万部以上を超えたベストセラーになっておりまして、心理学、脳科学に裏付けられた科学的に人の心を動かす伝え方について書かれています。トークを身につけることによって人間関係も良くなりますし、仕事で出世したいとか年収を上げたいとかするので、ぜひ最後まで見ることによってこの紙トークを身につけていただければと思います。この動画を見ることでマズローの欲求5段階説だったりとか、ポジティブゴシッキングを使って人間関係だって仕事で出世する方法が分かりますので、やっていきたいと思います。で、第1章が科学的に人の心を動かす絶対条件として、ここはまあ復習にもなるんですけど押さえておいてほしいことがあります。で、まず理解しなければいけない事実っていうのは、人間は全て感情によって動いているっていうことです。これはエモーショナルとロジカルって話をいろんな動画でしていると思うんですけど、例えば相手の言ってることは正しい、でも感情的に許せないって感じる経験ってあると思うんですけど、人間はどんなに論理的に正しいことを言われたとしても感情が同意していなければ受け入れることはできません。人間っていうのはこんな気持ちになりたいといった自分が求めている感情を得られる場所に行こうとして、その感情を得られる人のもとに集まります。多くの人が満たしたいと思っている感情を満たすことができる人になれば、自然と自分のもとに人が集まれて人望と影響力を持つことにつながります。で、ここでまず押さえておいてほしいのが、人間の欲求には順番があるってことで、マズローの欲求5段階説っていうのがあります。僕も5人会計試験の勉強の時にこちらを習いました。アメリカの心理学者マズローは、人間っていうのは自己実現に向かって絶えず成長するっていうことを仮定しました。で、人間の欲求ってはこの表をご覧ください。5段階に分かれています。まず一番下の生理的欲求、お腹空いたからご飯を食べたいっていうような欲求です。で、その上が安全の欲求、要はね、その地震だったり台風とかでもしのげる家を確保したい、身の安全を守りたいって安全の欲求。次に所属と愛の欲求、まあ、他者と関わりたいとか集団に属したいとか誰かと一緒にいたい。で、その上が承認欲求、認められたいとかね、自分を認められたいとか他者から価値を認められたいっていうような、そう、あいつはすごいなとか優秀だよねって言われたい。で、5つ目が自己実現の欲求です。夢を叶えたいとか能力を発揮して起業したいとか自己実現の欲求、この5段階にまず分かれるってことをすごい理解することが大事です。で、相手の感情を満たすには本能的な3つの欲求を満たすことが大事です。多くの人々の欲求を満たせる人間になれば、自分のもとには人は集まって、要は自分の欲求を満たしてくれる人間の話であれば聞こうとします。また自然と影響力を持つことができます。要は伝え方とかコミュニケーション、トークで満たすことができるのはこの3つってことを覚えておくことが大事です。まず安全の欲求です。心の安全を求める安心欲求ですね。心の安全っていうのは伝え方、話し方で満たすことができます。俺と一緒に働いていればとか、この会社で働いていればとりあえず大丈夫だよっていうようなトークです。で、続いて2つ目、所属と愛の欲求もトークで満たすことができます。安心できる人とつながりたい、所属と愛の欲求です。つながりたいと思える人であること、相手にしっかりと伝えることです。で、続いて承認欲求、認められたい欲求ですね。伝え方とかコミュニケーションで相手を認めることによってこの欲求を満たすことができます。ここでキーワードは2つあります。安心感と自己重要感です。人間っていうのは安心したいっていう思いが根底にあって、つながりたいと思ってます。またはこれ安心感ですね。続いて自分は価値がある存在なんだっていう自己重要感を得たいっていうふうに考えてます。なので、安心感と自己重要感っていうのをこのトークによってしっかりと満たす、で3つの欲求を満たすってことがまず最初に書かれていることです。続いて第2章、あらゆる人間関係の悩みが消える伝え方があります。最後まで相手の話を聞くだけで人気者になれると。相手に安心感を与える方法っていうのは、まず最初に絶対に否定しないっていうことと、最後まで相手の話を聞くっていうことです。相手に絶大な安心感を伝えることができる最強のメソッドはこの2つです。絶大な安心感っていうのは、その前自分の人望となります。例えば誰かにアドバイスして相手にその通りに動いてもらいたいとか思っている場合、最後まで話を聞くことが重要です。人は自分の考えていることを全て吐き出さないと、新しい考えを納得して受け入れることができないからです。新しいアドバイスを聞きたいという欲求よりも、自分の話を聞いてほしいという欲求が強いということを人間は理解することが大事です。なので、すごい優秀な人っていうのは、相手の話を聞く前にアドバイスしたりとか、相手の話を全然聞かない方っていうのは特に優秀な人ほど多いんで、しっかりと気をつけることが大事です。最後まで相手の話を聞く上司がいたら、それは素晴らしい上司だと思います。
コップ理論っていう考え方がありまして、相談に来る人っていうのはコップの中に水が満帆の状態です。で、コップの大きさっていうのはアドバイスを受け入れられる量のことです。コップにアドバイスという名の新しい水を注いでも満帆の状態で溢れ出てしまいます。なのでコップの水を減らすことができる方法をしっかりと身につけると。それっていうのは何かっていうと、話を聞くっていうことです。最後まで相手の話を聞くことで、やっとそのアドバイスを受けに来た方っていうのはコップに水を入れることができるんで、しっかりとこのコップ理論を覚えておくといいと思います。で、また他人の悪口は絶対に言わない方がいいっていう科学的な根拠があります。他人の悪口とか批判ばかりしていると、周りからあいつは人の悪口を言う人だと認識されます。周りの人っていうのは、もしかしたら僕だったり私がいないところで自分の悪口も言ってるかもしれないと予測します。アメリカのオハイオ州立大学で行われた実験で、他人のことを積極的に褒めるポジティブゴシッキング、前向きな噂話をする人ほど相手から親密感を持たれる傾向にあることが判明しています。この実験では第三者のネガティブな噂を流す人っていうのは嫌われるっていう結果も出ています。科学的に見ても、他人を批判する人っていうのは嫌われることが分かっています。心理学的にも、人っていうのは自分の悪口を言っているかもしれない人に心を開かないです。心を開いているように見えても、それは表面上の付き合いだけにしておこうと思われて、人の心を動かす影響力は一切手に入らないです。じゃあどうしたら悪口を言わないかっていう理由を明確にすることです。例えば子供が真似したら嫌だなとか、自分の部下とか上司とかが悪口言ってたら嫌だなとか、そういう理由を明確にすることによって悪口をやめることも大事だと思います。で、第3章は相手のことを自分以上に理解するために、自分のことを知ってもらえるという自己重要感っていうのは、安心感を覚えると同時に自分自身で自分の価値を感じることができます。例えば部下や後輩とお酒を飲むときに、2杯目からいつもハイボールですよねと、もう注文しておきましたよと、覚えていてくれたらこいつやるなと、その人の評価があります。なぜ評価がたまるのかっていうと、それは自分の中にある自己重要感の欲求が満たされるからです。いつも2杯目はハイボールですよねっていうのは、言ってしまえば自分は普段から注目されてるんだ、してもらえてる存在なんだってことを認識してもらえるし、注文しておきましたよっていうことは、自分は気遣ってもらえる存在だっていうことをしっかりと理解されているからです。で、続いてポジティブゴシッキングの話です。先ほども話したと思うんですけど、前向きな噂話ですね。人の心を動かす影響力を持っている人っていうのは、実は本人がいないところでも褒めの陰口がとても上手です。本人に直接伝えなくてもいいのかっていうと、それは別の話で、欲しいと思うタイミングで本人を褒めることは大事ですけど、例えばですよ、営業職で大型契約を獲得したと上司に報告したところ、何も褒めてくれないが、後から人伝えに上司が褒めていたよって聞いたら、人間って嬉しいじゃないですか。だからそういった風に裏でもしっかりと褒めて、直接褒めるっていう両方使い分けることが大事だってことが書かれています。で、第4章、価値観の対立を超越する最強の質問について書かれています。人間っていうのは決めつけられると嫌な気持ちになります。例えばそれは間違ってるよとか、普通に考えたらわかるでしょと相手に言われると、自分の気持ちを理解しようとせずに一方的に決めつけられたと感じます。こういったことを言う人っていうのは、安心感だったり自己重要感が存在しないので、評価が上がらないし、それを言われた側っていうのは嫌な気持ちになります。じゃあ、人を動かす影響力や信頼を得るためには、決めつけないということです。人によって正解は違うってことをしっかりと覚えておくべきことが大事です。なので、最強の質問っていうのは、なぜそう思ったのか教えてもらえますかってしっかりと言うことです。要はそれは間違ってるとか、普通に考えたらわかるでしょって言うんじゃなくて、なぜそう考えたのと、教えてよってしっかりと言って、誘導するっていうことが非常に重要です。で、続いて最後ですね、第5章、自信とやる気を芽生えさせる自己効力感の高め方です。人を変える上で最も大きな敵っていうのは、自分にできっこないという自己否定だったり、そういった考え方です。裏を返せば、自分ならやればできるはずだって思えれば、どんどん自己効力感を高めることができます。そのための方法として、褒めるってことです。相手ができたことを褒めるだけでいいです。ちっちゃい些細なことでもしっかりと褒めることが非常に重要だってことは、ここで書かれています。で、最後に、私はあなたの味方であると言葉にして伝えることが大事だと。絶対に忘れていけない最重要ポイントっていうのは、関わっている人に私はあなたの味方であるっていうことをはっきりと伝えることで、態度で示したりとか、相手は分かっているはずだよとかではダメです。私は君の味方だという言葉は、安心感とともに大きな幸福感を得られるっていう研究結果も出てます。なので、相手に伝えた時、自分自身も大きな安心感と幸福感を得ることができるんで、職場に働いている人に味方だよと言える上司や同僚ばかりだったら、安心して働くことができますし、職場自体が大きな幸福感で包まれます。
だから人の心を動かす影響力、人を変える力っていうのは関わる人を思いのままに動かす力ではなくて、自分と関わる人と一緒に幸せに生きるための力であるってことを理解することは非常に重要です。まあこの本を読んで僕も分かったのが、そのやっぱりそのビジネスマンっていうのはコミュニケーション能力っていうのは非常に重要だってことです。ある研究結果では、社長が従業員に求める一番のスキルはコミュニケーション能力、また経営者に聞いたアンケートでも一番大事な能力っていうのはコミュニケーション能力だってことを研究でも発表されています。なので仕事をしている方、この動画を見ている方、働いている方だったり、これ学生の方でこれから就職したいとか面接があるとか転職したいって方は、このトークをしっかりと身につけるだけで全然結果が出るんで、しっかりとこのトーク内容というかコミュニケーションですよね、人間関係と仲良くなるとか交渉とかプレゼンとか営業だったりとか、しっかり自分の思いを伝える。でまた注意しなきゃいけないのは、男性っていうのはやっぱりロジカルに話しがちだと思うんですけど、論理的にしっかりと感情を添えて話すってことが非常に重要です。エモーショナルに人間っていうのは動かされるっていうのを最初の方に話したと思うんですけど、人間が動くのは感情だってことを最後に理解して行動することが大事なんじゃないかと思います。まあ、この動画見ていただいてね、いつも通りその感想だったり気づきをしっかりとコメント欄にアウトプットすることも大事です。しっかりとやっぱアウトプットしないと忘却曲線によってやっぱ忘れてしまうんで、しっかりとインプットしたらアウトプットする習慣をしっかり身につけてください。でまたそのチャンネル登録だったり、その評価ボタンのクリックしていただければ応援になりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。